どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、4月にね、入りましたので、ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンまとめ、やっていきたいなと思います。 ということで、2024年のね、3月末で、ANA のね、クレジットカード、ANA 側のね、キャンペーンがね、終了してしまったわけなんですけども、新年度に入ってですね、ANA マイルね、これから貯めていきたいっていう方ね、結構いらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、今回は ANA のクレジットカード、またね、ANA マイルが貯まるね、クレジットカードの新規入会キャンペーンね、まとめて紹介していきたいなと思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、まずね、こちらが ANA のクレジットカードのね、新規入会キャンペーンのページなんですけども、今現在やってるのは ANA 側のね、キャンペーンがやっておりませんので、基本的にはクレジットカードのね、えー、側のキャンペーンのみっていう風になります。JCB であったり、ANA Visa Master で、アメリカエクスプレス、ダイナースということで、まあこちらね、キャンペーンが、えー、打たれているっていう風に、 なりますで、ANA のクレジットカードのね、この ANA 側のキャンペーンっていうのは、まあ1年間にね、まあ期間でやっているわけなんですけども、正直ね、次いつ開催になるかね、わかりませんので、まあこの発行するタイミングっていうのはですね、本当に何ともね、私の方でいつ来ますっていうふうにね、言えませんので、まあ皆さんね、タイミングのいい時、まあクレジットカードを作りたい時にですね、まあっ作っていただければなと思います。で、今回ね、ANA のクレジットカード、ここに載っているね、ダイナースであったり、アメックス、ビザ、Visa マスター JCB ありますけれどもこの ANA が付いているクレジットカードについてはこのねマイトモプログラムっていうのがねもともとございますのでこちら ANA のねキャンペーンなんですけれども こちらね、あの、申請していただくだけで、追加でね、マイルもらえるっていうふうになりますんで、これからね、えー、発行される方、ANA の一般カードであれば500マイル、ゴールドだったら2000マイル、プレミアムカードだったら5400マイルで、ねえー、こちら申請するだけでもらえるっていうふうになりますんで、もしね、これから発行される方は、こちらね、活用して利用してください。近くにね、ANA のカードね、持ってる方いらっしゃれば、えー、そちらの方から名前と紹介弁護ね、いただければ、こちらのマイルね、もらえるっていうふうになりますんで、これはね、絶対利用してください。 もしねいないよっていう方は概要欄に載せておきますので是非ね利用していただければなと思います。ということで、えー、まずね、えー、一つずつね見ていきたいなと思うんですけども今ねまずやっているのは ANA の JCB のキャンペーンですねこちら、えー、JCB のキャンペーンは、えー、発行してね利用していただくと追加でマイルがもらえるっていうキャンペーンになりますでこちらね10万マイルとかね結構いいことを書いてあるんですがこちらね年会費が8、えー、7万円ぐらいするねクッパー プレミアムカードっていう風になりますんで、まあ基本的に年会費をね、考慮すると、まあゴールドカードがね、いいのかな、なんていう風に思っておりまして、まあ私自身ですね、この ANAJCB、ワイドゴールドカード SSC も含めてね、まあこのカードが一番お勧めさせていただいておりますんで、こちらでね、え見ていきたいなと思うんですけども、年会費ね、高くてもいいよっていう方はプレミアムカードだとね、さらにね、マイルもらえる数増えたりいたしますので、こちらはね、各自でチェックしていただければなと。 思います。ということで、まずね、この JCB のクレジットカードの新規入会キャンペーンなんですけども、条件がね、3つありまして、まずお知らせメールの配信設定ですね。で、キャンペーンのエントリー、えそして JCB、JC MyJCB にログインということで、こちらでね、明細とかチェックいたしますので、JCB のカードを発行される方は、こちらね、キャンペーンね、えこの、達成する必要がございますんでね、こちら忘れずに利用して、 くださいで今回ねゴールドカードで見ていきたいなと思うんですけども ANA、ね、ワイドゴールドカードこの空地かワイドゴールド両方ともねワイドゴールドなんですけども空地下の方はですね SFC にできませんので今後ね SFC 修行とか検討されてる方は基本的にこっちがねおすすめですでこちらですね発行後ですね30万円以上を利用していただくと、えー、6,000マイル相当の2,000ポイントプラス通常得点ということで3,000マイル、えー、合計9,000マイルがもらえて、えー、70万円以上だと、えー、合計1万6,000 6, マイル100万円だと3万4,000マイル150万円利用していただくと4万 5, マイル獲得できます利用期間がですね2022年3月1日から2020年9月30日っていうふうになりますんで、まあ、今4月なんでねだいたい5ヶ月ぐらいで150万円利用していただくと4万5,000マイルが獲得することが できますまたねこういった抽選のキャンペーンもねやっておりますけどもこちらね抽選で50名なんでねかなりね当たる人は、ね、少ないと思うんですけどもこういったのもやっておりますしてひとまずですねこの3つの条件ですね確実にチェックしていただいて利用ねしていただければなぁと思いますでこのね ANA のワイドゴールドカードまあそら地がどちらもそうなんですけどもこれから発行される方はまずねマイトモブーログラム先ほど説明したのを登録していただいて クレジットカード発行していただくんですけども、クレジットカード発行するのもね、ポイントサイト、ポイントインカム経由していただければ、4200円分ね、こちらカード発行するだけでもらえるっていう風になりますんで、ぜひね、これから発行される方は、こちらね、概要欄に載せておきますんで、毎度も申請して、a、え、n、ーね、j c b ワイドゴールドカード、ポイントインカム、会員登録していただいて、こちら経由でね、えー 発行していただければ、こちらで4200円分もらえて、こちらでね、150万円利用していただければ、4万5000マイル獲得できますので、こちらの流れでね、利用してください。で、この ANA のワイドゴールドカードなんですけれども、どういった感じのカードかっていうと、こちらがですね、基本スペックになっておりまして、ANA JCB ワイドゴールドカードということで、券面はこちらになっております。非常にね、シンプルでかっこいい券面になっておりますよね。で、JCB のね、ブランドということで、タッチ決済も利用することができます。で、年会費 15, 円こちらのクレジットカードをメインカードで使わないっていう方は是非ねスマリボ登録していただいてこちらリボ払いなんですけどもえリボ払い登録して年間1回ね amazon で1000円でも購入していただければね5000円減額してもらえるっていうふうになりますのでもしメインカードにされないっていう方はスマリボ登録して1000円ぐらい使えば、えー、1万と400円でね維持することができるっていうふうになりますんで是非こちらね利用してくださいメインカードでガンガン決済してい っていう方はもちろん住まり利をしてねあの年会費の割引は受けることができるんですけども、まあ、繰り上げ返済とかもねしなきゃいけませんのでもしねどうしてもやりたいっていう方は気をつけてね利用してくださいで家族カードが4400円基本還元率は 1%ANA マイル還元率も1%ということで100円で1マイルが貯まりますで ANA マイルの最大還元率ということでこの ANA の、ね、JCB のクレジットカードは前年の利用額に応じてボーナスポイントがもらえる制度がありますスターポイントプログラム だったかなちょっと名前があるんですけれどもこちら JCB のね側の利用額のねプログラムなんですけども前年300万円利用していただくとボーナスポイントがもらえてそれを ANA マイルに交換していただくと最大還元率は1.075%還元ということで前年300万円利用していただくとこちらの還元率まで上げることができますで ANA サービス決済還元率ということで ANA のね航空券購入したりすると100円で2マイルが貯まって貯まるポイントは置きどきポイント、まあ、基本的にこの置きどきポイントを ANA ににね交換してていいただくっていう風になりますで入会継続ボーナスマイルということでこちら ANA のゴールドカードなんでね入会するだけで2000マイル搭乗ボーナスマイルは25%増量え旅行保険が国内外へ自動負担 本会員、家族会員、どちらにも適用ありということで、この ANA の JCB ワイドゴールドカードの一番のおすすめポイントは、やはりこちらですね。年会費が1万5400円、つまりご利用すれば1万400円ぐらいで維持することができるカードで、国内外の旅行保険がね、自動付帯で付いてくるっていうふうになりますんで、こちらね、お守り代わりにもなりますんでね、この点が非常におすすめっていうふうに なりますで空港ラウンジはカードラウンジがねゴールドカードなんで利用することができて電子マネー、GooglePay、ApplePay が利用することができます。で発行国際ブランドは JCB っていう風になります。まあ、こういったね基本スペックになるわけなんですけども、まあ、個人的にはですね ANA、AN JCB、ワイドゴールドカード AN a n ゴールドカードの中でね基本的には一番ねおすすめさせていただいているというふうになりますので私もね今一般カードの SFC なんですけども今後ねこちらにアップグレードしていきたいなっていう感じですね。それでは次に ana ゴールドのキャンンペーンですねこちら年会費ががと上がって34,100 17,050円円家族カードが1万 7, 円になりますでこちらのね新規入会キャンペーンなんですけどもちょっと細かく書いてありますので私の方でね要約させていただきましたえそれがねこちらになるわけなんですけども ANA アメックスゴールドですねまず基本スペックから34100円の年会費家族カードが17050円でたまるポイントが ANA アメックスリワードポイントということで こちらのね、ANA Amex スリワードポイントっていうのは有効期限がございません。ですので、こちらのクレジットカードね、ちょっと年会費は高いんですけども、メインカードでずっと利用していただくと、有効期限なしでえ貯めることができます。で、この ANA Amex スリワードポイントが貯まっていきますので、有効期限なしでね。ですので、ずっと貯めて、 ある程度溜まってからね、一気に交換するみたいなことができますので、有効期限を気にしないでね、ポイントを貯めることができますので、A a 前にするとね、基本上級会員でなければ3年っていうね、 有効期限があるわけなんですけども、それもね、気にしないで利用することができますので、こちらもね、おすすめポイントです。で、ANA マイル還元率は1%還元、ANA 航空券購入時には3%還元ということで、このクレジットカードはですね、ANA のね、航空券とか ANA のサービスね、購入する場合は、100円で3マイル貯まるんですよね。ですので、ANA の SFC 修行とかですね、またね、ANA の航空券購入する機会が多いっていう方は、このカードね、非常におすすめです。 100円で3マイルね、貯まりますんでね。で、また、マイルへの手数料はかからなくて、決済ボーナス特典ということで、年間300万円決済していただくと、ANA スカイコイン、1万スカイコインが獲得することができます。で、入会継続ボーナスマイルということで、ANA のね、ゴールドカードなんで、入会時と継続時に2000マイルがもらえて、登場ボーナスは25%。 旅行保険は利用付帯。プロテクションはショッピングオンラインリタすンスマートフォンプロテクションがね、えついておりまして、手荷物高いも、帰国時のみですが、羽田、成田、中部、関空で利用することができます。で、えー、空港ラウンジですね、えー、利用することができて、アメックスのね、クレジットカードなので、同伴1名まで無料で空港ラウンジ、カードラウンジ利用することができて、 プライオリティパスは年間2回まで利用することができます。このプライオリティパスはレストラン特典は使えないプライオリティパスっていうふうになりますので、日本でいうボテジ銃とかね、羽田空港第一タイミングでできたラックでしたっけえー、っと、マッサージのお店ね、ああいったところは利用することができません。で、こちらのね、新規入会キャンペーンなんですけども、入会ボーナスということで2000マイル、3ヶ月以内に60万円以上で1万6000、100万以上で1万2000、180万以上で2万5000。 通常利用分180万円の利用分1万8000、えー、マイトンプログラム2000マイルということで全部合計すると、えー、7万5000マイルがね獲得することができますこちらねもちろんポイントで付与されてこちらをねマイルに交換すると、えー、こちらのマイル数っていうふうになりますんで合計ね7万5000マイル結構いいマイル数がね、えー、もらうことができますよねまあ年会費はね3万4100円ということで、えー、かなりね高いんですけども、えー、マイルもらえるマイルもね結構多くね もらえるっていう風になりますそれでは次にですね、ANA ダイナースクレジットカードですね。先月もね、別のキャンペーンがやっておりまして、4月1日からキャンペーンがね、変更になっております。前回ね、利用額がかなり多かったので、結構ハードル高かったんですけども、今回ね、A コースと B コースで分かれて利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、結構いいのではないのかなと。 思いますで、まずね、A コースの場合ですけども、えー、最大ね、7万7000マイル。こちらね、マイトモプログラム分が入っておりませんので、マイトモプログラムを入れると7千、7万9000マイルがね、獲得することができます。で、a レコースだと、入会でボーナスマイル2000マイルですね3、えー。入会後3ヶ月以内に150万円以上の利用で6万マイル。えー、キャンペーン利用150万通常利用分で1万5000マイルということで、こちらで7万7000マイル。 マイトムプログラムを入れると7万9000マイルはね獲得することができます。こちらね150万円で7万9000マイルっていうふうになりますんで先ほどのね A ネアメックスゴールドカードとマイトンプログラム入れてね7万5000マイルでこちらね180万円でしたので今回のキャンペーンで多分一番多いのはね多分これだと思うんですけども150万円で7万 9, マイルね獲得すするることがでできるっていう風になりますんで、まあ、年会費はね2万9700円エーレアメックスゴールドよね少し年会費が安くマイルも多く取れるっていうふうになりますんでこちらね結構いいと思いますで年会費がねちょっときついだけどちょっとマイルが欲しいよっていう方は年会費半額キャッシュバックっていうのもやっておりますこちらねマイルの獲得がね最大7000マイルっていうふうになりますんでかなり縮小されてしまうんですけどもこのねダイナースのクレジットカードにはいろいろねダイナース特典がございますので。 ででこちちらを利用されたくててょっっととマイルはは欲しいよっていいいいいよう方も結構いいのではないのかななか思いますまず入会で2000マイルで入会後3ヶ月内に50万円以上利用していただくと年会費半分をキャッシュバックということで1万4850円がね返ってきますでキャンペーン利用のこの50万円の利用で5000マイルがもらえるっていうふうになりますんで半額で利用することができて7000マイルも獲得できちゃうっていうふうになりますんでこちらの キャンペーンに関してはこの ANA ダイナースのね特典をお試しでね利用されたいっていう方はねこちらでもいいのではないのかなと。 思いますで、こちらのね、ANA ダイナースの基本スペックなんですけども、えこちらになりまして、え年会費が29,700円ですね。先ほどね、年会費キャッシュバックキャンペーン利用すると半額で利用することができる感じですね。で、家族カードが6,600円、基本還元率1%、ANA マイル還元率も1%です。ANA サービス決済還元率ということで、ANA の航空券購入した時とかは2%還元で、 貯めることができて、貯まるポイントは、ANA ダイナースクラブリワードポイントということで、有効期限もございませんし、ANA マイルの移行手数料もかかりませんし、ANA マイルの、ね、の移行上限もありません。で、入会継続ボーナスが2000マイル、登場ボーナス25%、旅行保険が、え海外旅行保険で、ね、こちら自動付帯でついております。ANA JCB ゴールドカードね、まあ年会費が全然違いますけれども、 ANAJCB ワイドゴールドカードもね、えー、自動負帯ですけども、ANA ダイナースも自動負帯でね、利用することができます。で、国内は、えー、利用負帯で、またね、海外緊急対応デスクともね、ついていたり、ショッピングリカバリー、こちらは購入90日間ですね、150万円年間ね、えー、スマホも対象でね、利用することができますので、このダイナースのね、クレジットカードでスマートフォンを購入するっていうのはね、結構おすすめです。このね、こういう保険っていうのは結構いろんなカードであるんですけども、スマートフォンはね、対象じゃないことが結構多いんですけども、 もここの、ANA、ダイナースはねこちら対象っていう風になりますんで、これもね結構おすすめポイントですでカードラウンジが利用することができて空港のねダイナースクラブラウンジがね利用することができてこちらねダイナースが提携しているねラウンジが国内外1,300か所利用することができます日本国内だとねボテジューとかも利用することができてプライオリティパスではないんですけれども同じようなねところが利用することができてこちらは年間ね 10回まで利用することができますこちらね、本会員、家族会員、両方ともね、利用することができるっていうふうになりますので、ちょっとね、6600円かかってしまいますけども、えー、利用することができます。で、ANA ビジネスクラスチェックインカウンター、ね、ゴールドカードですの、ね、で利用することができて、えー、手荷物高いサービスも帰国時に、えー、1個無料で、えー、利用することができて、こちら年間2回まで利用することができます。こちらね、年間2回までということで、まあ、1個無料、まあ、1回にね、2つでも OK っていうふうになりますんで、ここはお好みで。 利用することができますまたねホテルとかレストランとかねこういったのもダイナースのね基本的なサービスが利用することができてこのエグゼクティブダイニングっていうのは2名分利用すると1名無料でね利用することができるサービスなんですけれどもここらへんも利用することはできますでハワイ特典ということでこちらねトロリーのね1日乗車券が年間2回まで利用することができますこのねトロリー特典なんですけれども私はねこのトロ,トロリー特典をねずっと利用したくて発行してるんですけども 審査落ちまくっててね、なかなか発行できないんですけども、2024年7月31日まで一応ねこちら決まってるみたいなんですけども、えー、1日上昇券、二路線、アラモアナ、ドンキライン、マラマライン。 プラス5路線ダイヤモンドヘッドカエララインとワイキキトロリーピンクラインこちらが利用することができて年間2回まで利用することができます。この年間というカウントは4月1日から3月31日までで2回ということで本会員家族会員ごとにそれぞれ年間2回までね利用することができるっていう風になりますので、 こちらねダイナースのクレジットカードのこの特典ね非常にいいですよね。やはりハワイがね好きな方はね結構いいのではないのかなと思います。で国際ブランドはダイナース 発行元はミクスシミドモトラストクラブっていうふうになります。で、このね、ダイナース、ANA ダイナースなんですけども、プロパのね、ダイナースだと、コンパニオンカードっていうね、マスターカードのね、国際ブランドのカードを発行することができるんですけども、無料でね。この ANA ダイナースでね、それがないんですよね。ですので、ダイナースが使えないってなるとですね、ちょっとチャージして利用していただくか、まあ、他のカードを使っていただくかっていうふうになりますんで、ここはね、ちょっと残念ポイントかなっていうところですかね。で、えー、このね、ANA ダイナースもね、ANA、えー、ペイ チャージすることができて普通に決済くるとね1%還元なんですけれども ANAPay ねチャージすると0.6%還元が取れて a n a p 利用する時に0.5%取れるっていうふうになりますんで ANA マイルの最大還元率は1.1%還元で利用することができるっていうふうになります。こちらもねね結構おす,すめです、ね それでは次に、プラチナプリファードですね。三井住友カードのプラチナプリファードなんですけども、こちらね、SBI 証券のクルカ積み立てがね、常時1%還元にね、今年の11月以降からなってしまうんですけども、それまではですね、5%還元で、 10万円、月々5000ポイントがね、獲得することができるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめです。で、またね、新規入会キャンペーンね、このクレジットカード強い。またね、紹介キャンペーンね、ちょっと内容言えなくなってしまったんですけども、まあそちらを利用すればですね、結構いいマイルがね、獲得することができるっていう風になりますんで、こちらもね、非常におすすめです。まずね、新規入会キャンペーン、 発行後3ヶ月末ままでに万万円利用していただくと4万ポイントがねもらえますこちらの詳細なんですけどもこちらですね新規入会利用特典ということでご入会月の3ヶ月末までに40万円利用していただければ4万ポイントがもらうことができますでポイント付与時期は4ヶ月後の15日頃をね予定していますということで2020年9月に出入会したら2 0 2 0年1月の15日頃に付与されるっていうふうになりますでこちらはですねこの40万円の 利用するのどういったのが、ね、対象なのかっていう話なんですけどもこちらも、ね、ちゃんと、えー、Q&A が、ね、出ておりまして三井住友のプラチナプリファード新規入会特典4万ポイント対象になる利用先はどんなものが含まれてますかということでもちろん、ね、チャージとかも対象になっておりましてこちらね Amazon ギフト券も OK ですし、えー、D バレットがひも付けても OK ですしキャッシュ l i n e p a y p a y p a y r e v とかね m i x i m 基本的な、ね、チャージ系は、ね、ほとんど大丈夫ですで注意していただきたいのは 対象にならないところということでまずねこの三井住友カードのクレカ積立は利用分に入りません。でまたね保険料の支払いとかこういったのも入りません。でまたね ANA Pay のチャージもね、NG です。でね、こちら、交通系でね、一番使われるであろう Apple Pay でのね、追加チャージとか、こういったのもね、定期券購入、特急券購入とかね、こういったものすべてね、対象外になっておりますので、まあ基本的にこちらと、あとね、楽天エディワ1を7個、こちらもね、NG になっておりますんで、この点ね、注意してください。で、こちらが4万ポイントですね。で、またね、キャッシュレスプラン、増量キャンペーンということで、新規入会ご利用で、 最大1万8000円相当の V ポイントがもらえます。こちらがね、4月の21日で終わってしまうね、キャンペーンになっておりますんで、ぜひね、こちらのキャンペーン中に、ね、発行していただければなと思うんですが、三井住友プラチナプルファードね、最大18万円相当のね、ポイントがえもらえるっていうふうになります。で、こちらはですね、 キャッシュレスプラン増量キャンペーン、新規入会の利用で最大1万8000相当の V ポイントプレゼントということで、新規入会で1000円相当の V ポイント、こちらは無条件でもらえる感じですね。で、特典にということで、ご利用分の10%、1万7000相当の V ポイントをプレゼントということで、こちらね、10%で1万7000相当ですので、17万円使っていただければ1万7000相当の、ね、ポイントがもらえるっていう風になるわけなんですけども、こちらの、ね、新規入会キャンペーンありますよね。こちら で40万円使えますので、こちらはね自動的に対象になってくるっていう風になりますので、こちらはね非常にいいですよね。で注意していただきたいのは、この条件をね満たした方がこのねキャッシュレスプランのねキャンペーン対象っていう風になっておりまして、まあ一がね新規入会まあこれオッケーですよね。で2つ目も利用額っていう風になりますのでこれはいいんですけども、これですよね。いずれかに当てはまる方対象となりませんということで、2023年12月31日時点で 弊社が指定するカードをお持ちの方もしくは2021年2月1日以降新規で弊社を指定するカード発行した履歴のある方ということでこちらね三井住友カードのプロパカードがね記載されているわけなんですけども今までねナンバーレスとかねナンバーレスゴールドとかねここら辺を発行した え、履歴があったりするとですね、このね、キャンペーン対象外になってしまいますので、まあ今までね、三井住友カードのね、ナンバーレスとかを、まあ、発行してない方はですね、こちらのキャンペーンね、取れるっていうふうになるんですけども、この点ね、注意していただければなぁと思います。こちらをね、両方足していただくと、4万ポイントで5万8000ポイントをね、獲得することができるっていうふうになりますんで、非常に強いですよね。 ちょっとね紹介特典が言えないんでねあのはっきりしたことが言えなくて申し訳ないんですけども、まあ、こちらね結構いいのではないのかなと思いますでこちらのね三井住友プラチナプリファードのえ基本スペックなんですけども えこちらになっておりまして、先日ね、え残念ながらね、ANAPay のルートがね、塞がれてしまいましたので、最大還元率は1.75までね、下がってしまったわけなんですけども、まあ、1.75でもね、AN、a n a ビザプラチナプレミアムとかに比べてもね、最大還元率、ね、高いっていうふうになりますんで、こちらね、非常に強いですよね。 で、基本スペックなんですけども、えー、まずね、年会費が3万3000円。家族カードを無料。で、基本還元率が1%還元。で、基本還元率は1%なんですけども、100万円利用していただくと、100万円ごとに1万ポイントがね、もらえるっていうふうになりますので、100万円以上利用していただく方は2、2%還元っていうふうになります。で、最大還元率が2.5%還元ということで、このカードはね、三井住友カードのプロパカードですので、マイペースリボーですね。 登録していただいて、手数料をね、できるだけ下げて。 本当にね、数十円とかの、ね、手数料だけ発生させてね、利用していただくと、0.5%上乗せがね、もらえるんですよね。これもね、先日、6月末までにね、登録しないとキャンペーン終わっちゃうのがね、アナウンスされまして、私もね、今後動画出していきたいなと思うんですけども、そちらを利用していただくとね、最大2.5%還元で利用することができるんですよね。で、こちらね、ポイント交換ルートね、あの紹介しますけども、70%でね、ANA マイルに交換できますので、最大還元率は1.7%。 75%還元になりますで貯まるポイントは V ポイントということで独自得点ですね先ほど言った通り年間100万円ごとに1万ポイントねボーナスがもらえて最大400万円まで、えー、もらうことができますですので400万円利用する方は4万ポイントがねもらえるっていうふうになりますんでこれはね非常に強いですよねで注意としてはカード継続時のみねこの得点もらえるっていうふうになりますんでこの点ご注意くださいでクレカ積み立てがですね先日ね ずっと5%還元でね、話させていただいておりましたけれども、5%還元がね、今年の10月までぐらいでね、終わってしまいますので、クレカ積み立ては、今後ね、1%から3%、年間利用額に応じて変わるっていうふうになりまして、条件なしだと1%還元っていうふうになります。ですので、10万円積み立てれば、毎月1000ポイントがね、もらえる計算に なります。で、独自特典ということで、スマホタッチ決済対象点7%還元。こちらもスマートフォンでね、タッチ決済していただければ、対象点で、ね、7%還元で利用することができますので、こちらね、非常におすすめです。もうこの、 プラチナプリファードでなくてもですね、一般カードでもね、ゴールドカードでもいいので、そちらでね、ぜひ、この対象点に関しては、タッチ決済していただくとですね、7%還元以上ね、取れるっていう風になりますんで、非常におすすめです。で、独自特典4つ目ということで、このカードはですね、非常に強いね、海外系の特典がありまして、外貨決済3%還元なんですよね。これがね、非常に強い。 他のカードでね外貨決済だけねこういう還元率が高いっていうのは、まあ、ちょこちょこあるんですけども3%まで上がるっていうのは年会費ね16万5000円のアメプラとかね3%還元なんですけどもこのカード3万3000円でねこの得点がついてるっていうふうになりますんで外貨決済ね手数料大体クレジットカードのね外貨決済手数料って、まあ、外貨決済事務手数料とか言い方あるんですけども2.2%ぐらい取られるんですよね大体が。ですけどもこの 三井住友プラチナプリファードに関しては、こちらもね、あの、 手数料自体2.2%かかるんですけどもそれを上回るね3%還元がね取れるっていうふうになりますんで海外でねクレジットカードで利用されたいっていう方はこのカードね非常におすすめです私もね最近ちょっとねあのめんどくさいなっていう時はね私はねあのオリーブの方持ってるんですけどもこちらでね利用させていただいておりますやはりねあのプリペでもねイディアとかレボリュートとかねありますけども今いくら入ってたっけなみたいなことを考えるのはめんどくさい時はね本当におすすめっていうふうになりますんでこれは本当におすすめです 本当に強いですよね。 で、えー、旅行保険は利用負担、コンシェルジュも利用することができて、電子マネーも、えー、Google、Apple Pay、ID 利用することができて、国際ブランドは Visa、発行元は三井住友カードっていうふうになります、えー。発行元はね、三井住友カードっていうふうになります。で、先日ね、暮れ活み立てがこの部分ですね、5%から、まあ今年の10月ぐらいまでね、5%いけるんですけども、まあ今後ね、1%から3%、条件なすだと1%還元になってしまって、まあちょっとね、解約しようかなって思ってる方ね、多いと思うんですけども、 ぜひね今現時点三井住友プラチナプリファードを持ってる方またこれから発行する方もそうなんですけども毎月確認していただきたいのはこちらですこのね三井住友カードっていうのは解約しようとするとね解約ちょっと待ったみたいな感じでこういったね年会費無料でね利用していいですよ次年度ね。 っていうバナーがね、出る方がいるんですよね。これね、出る方、出ない方、まあちょっとね、これもね、いつ出るかいつ出ないかとかわかんないんですけども、本当に一週間前出なくて翌週出ましたとかね。 本当に昨日出なかったけど今日出ましたとかねいろんなパターンがいらっしゃいますのでこれから発行する方今保有されている方まあこの三井住友カードだったら全部なんですけどもプラチナプリファードに限らずね ANA のカードとかもそうなんですけどもビザマスターね是非ねこちらへチェックしていただければなと思いますで ANAVisa マスターに関しては SFC が付いている方はこれで、ね、うっかりね解約しちゃうと SFC 取れますのでえ自己責任でね利用していただきたいと思いますのであの ANAVisa マスターで SFC ついているか 方はこちらね自信がない方はやらないようにしてくださいまあ、私の予想だとねこちらの還元率がね下がりますよねですのでこのカードね解約される方めちゃくちゃ多いと思うんですよねですので私の予想ですよわ私の予想ですけどもこれめちゃくちゃ配布するんじゃないかと思っておりますというのも ちょっと前にですね、ANA のね、あの、ゴールドカードが解約になって、あの、自動負担だった海外旅行保険が利用負担になって、またね、利用額に応じての特典だったかな。それがね、ANA カードなくなってしまったりしたんですよね。その時にですね、このね、 あの年会費ね翌年無料のするバナーねめちゃくちゃ出たんですよねですので私の予想ではね今年これかなり出るのではないかと思っておりますので、まあ、とりあえずね10月まではですね5%還元でね10万円までね積み立てできてしまったりしますのでこのカードね非常におすすめですひとまず今年はね発行して利用していただくのはね、まあ、新規入会キャンペーンも強いですんでねかなりおすすめです それではですね、今回ね、三井住友カードね、あの、こちら ANA のカードではございませんので、ポイント交換ルートをね、一応おさらいしておきたいなと思うんですけれども、この V ポイントっていうのはですね、三井住友カードのね、ポイントプログラムで、ソラシュドエアのカードがあれば、この V ポイントは200%でソラシュドエアの前に交換することができたり、ニューオータニクラブビザカードがあれば、ホテルニューオータニのね、食事券であったり、宿泊券とかにね、交換することができたり、USJ のチケットとかもですね、8500ポイントだったかな。 結構お得にねあの利用することができてこのユニバーサル・スタジオ・ジャパンのねこの1日チケットってあの日によってねあの値段が違うんですよね。 8500ポイントぐらいで交換できたと思うんですけども、これがね、それ以上の日でもね、利用することができるっていうふうになりますので、こちらも結構おすすめです。で、この V ポイントはね、10日で T ポイントに交換することができますので、こちらね、交換していただくと、ね、70%で ANA マイルにもね、交換することができますし、50%でね JAL マイルにも交換することができます。もちろんね、T ポイントとワンポイントでウェルシアでね、1.5倍でも利用することができますので、まあ、本当にね、この V ポイントっていうのは、いろんな使い道 利用することができますので非常にねおすすめのポイントプログラムっていうふうになっておりますはいということで今回ですね ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンまとめ紹介させていただきました4月になりまして発行ね検討されてた方は是非ね参考にしていただければなぁと思いますですけどもえ冒頭にも言った通りですね今ねクレジットカード側のキャンペーンがやっておりまして <laughs> ANA 側のキャンペーンはやってないんですよね ですので、このね、発行するタイミングっていうのはですね、非常にね、難しくて、次ね、この ANA 側のキャンペーン、いつかはね、多分開催されると思うんですけども、いつあるかどうかっていうのはね、正直わからないっていうふうになりますんで、このね、発行するタイミングっていうのはですね、皆さんね、見計らっていただいて、発行がね、遅くなればなるほどですね、このカード側のキャンペーンがね、あの、終わってしまったりもしますので、難しい部分ではあるんですよね。まあもちろんね、両方やってる時にね、発行していただいた方がね、いいのかなとは思うんですけども、 タイミングは結構難しいんでね、皆さんで判断ねしてみていただければなと思います。公式サイトはね全部概要欄に載せておきますので、気になるものがございましたらぜひねチェックしていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレグ診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することができますので、またね、あのカードもですね、LINE 公式アカウント限定の動画でね、今配信しておりますので、 こちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ